はいそれでは時間になりましたので言葉は感情の近似詞あるその感情と言葉の誤差を最小化しようコミュニケーションによるアナログデジタル変換の課題に立ち向かうで、えー、北川直さんに発表していただきますよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい長いサブタイトルですみませんありがとうございますではちょっと共有しますねよいしょで はい映ってますかね。はい。ではあの、紹介に預かりました北川です。えっ、ー、と、今日はですね、言葉は漢字の近似値であるといった形で、ちょっとその辺の誤差をちょっとどうしたら最小化するんだろうということについて、ちょっと会話をしていきたいなと思っております。はい。では、ちょっと初めになんですが、私、ちょっとすごい実は、伝えるのが下手なんですよ。あの、ペラペラ喋ってますけども、下手だからペラペラ喋ってて。 で結構私、三河の運営やってるんですけども、あの卵さんにってこと、よう分からんといつも言われます。まあ、年齢のこともあるんですけども、下がるのもあるんですけど、大体よく分からんとよく言われます。で、結構自分の中で、まあ、こういうこと伝えたいって言っても、それをイメージとして伝えても、全然伝わらないんですよね、なかなか。はい。であの、皆さんもね、ちょっとこんな経験があるかっていうところもあるのかなと思いますが、あなんか消えてますね、右側が。ちょっとごめんなさいね。 はい、これででどうでしょう。しょ結構、会話がすごい盛り上がって、あこれ、めちゃくちゃコミュニケーションできたなと思ったのに、なんか後日聞いたら全然伝わってなかったとか、あと、ちょっとした会社で、プライベートではなくはよくない,ないんですけども、よく会話する相手と喋っとったら、まあ、ある日突然、なんかあの人にちょっと裏切られたみたいな、急になんか、あれ、そんなこと言ったっけみたいなこととか、結構あったりしないですかね。 で結構あの、こちらが思っている、こう本当はこう伝えたかったとっいうのに対して違う意図で触ってしまって、でも本当に、ね、そんなつもりじゃなかったとか、なんでそんなふうに解釈したのかなというのが結構ありまして、まあ、ちょっとここに今回はそれをおきに、まあ、どうしたらそれが最小化するのかなというのについてちょっと考えたいと思っています。はい、でちょっと紹介です。あの私、まあ、スポンサー、シルバースポンサーもやっております、まあ、IIG という会社に勤めております。 であの一応組織の運営だったり、営業だったり、広報活動やったり、あとまあ案件だったらまあスクーマースやったり、ちょっと昔ながらの案件だったら PM やったりとか、ちょっとなんでもやをやっております。ではい、あの豊川市出身なんで生粋な三河人になっております。であとこの、ね、スクエス三河もディックインやっておりますというところと、まあ、SNS ではこんな卵な、なぜか卵って、ね、言われるんですけども、まあ、それはちょっと聞いてもらえば、またつまらない話するので、はい、聞いてください。はい、ちょっとよろしければフォローお願いします。 はい、あと,、えーと会や、会社のエンジニアブログでもいろいろ情報発信しています。私の所属している名古屋です、ね、の開発チームでもいろいろ出していますので、もしよかったら、良し方、見てください。<laughs> はい、ということでね、ね今日はこんな会話を、ね、ちょっとしていきたいなと思います。ちょっともうちょっとちっちゃくて、ちっちゃくない,い,いか、はい。では、ちょっとまずコミュニケーション、はい、コミュニケーションですねで。皆さん、コミュニケーションって何か分かりますかね実際、言葉として言えますかね、まあ、ちょっと今回、これを機に改めて辞書でちょっと調べてみました。 でここでにゃんにゃんって書いてあるんですけども、感情、意思や感情を、思考を伝達しちゃうことですね、伝達しちゃうことがコミュニケーションですと。で、コミュニケーションは言葉とかとか、あの文字、身振りですね、それらを媒体とやりますよっていうのがまあ一緒では言われてます。まあ、それがいわゆるコミュニケーションですと。でじゃあ、あの私たちが、ね、取り組んでいるあのアジャイル開発におけるコミュニケーションって、どういう印象があるのかっていうのを、ちょっとこれね、はい、ちょっとあの AI に聞いてみました。 ね、対面でのコミュニケーションがありますと、ね、アジャイルソフトウェア開発宣言では、ね、フェイストゥーフェイスの会話が、ね、必要ですよということで、まあ、対話のコミュニケーションというのがありますねと、あとコミュニケーション、ね、の頻繁なコミュニケーションですね。まあ、今回、スクラムを例に出すと、スクラムのイベントだったりとか、チーム開発でめちゃくちゃコミュニケーションありますよと。とね、透明性の高い、ね、コミュニケーションというのも、ね、なんかイメージがあるみたいですね。まあ、進捗や、ね、そういう課題とかリスクとかを、とにかチーム全体で隠さず伝えることが大事ですと。 であとでフィードバックを前提したコミュニケーションということで、ここも戻りですね。特に戻りのところのコミュニケーションが多いと。あとなんかね、はい、これもよく言われますね。顧客とかステクロークホダー、まあ要はチームって,っても開発だけ来ただけじゃなくて、もうとにかく全体巻き込んでコミュニケーションしましょうというところ。まあとにかくコミュニケーションがめちゃくちゃ多いというのが結構アジャイル開発の印象かなと思っています。はい。で、じゃあコミュニケーションの手段、ねどう、何がありますかというところ。まあ先ほどいろいろあったんですが、 まあまあ会話、もちろんこういうふうに会話をしますねと。チャットですね。皆さんもね、Teams とか Slack とか使われてるかなと思いますけど、まあ当然こういうのチャットでもやってますねと。あとね、ドキュメントですね。これもなんかあの設計書だったりとか、まあ、紙をベースに何かやり取りっていうのもあるから、それもまあコミュニケーションの手段としてありますねと。あとね、リアクションですね。Slack もね、ちょっといいねだったりとか、まあ、そういうリアクションによってなんか結構自分の意思を伝えるっていうこともやってるかなと思います。あとね、 テレパシーでやってる人いますかねこ,この音分かりますかねああ、皆様、ニュータイプに入りすぎますかねこれ、アムロが適用見合い、はい、を見つけたときに、ね、ピ,ピピンって鳴る音ですけどあ、ちょっと苦笑いしてますね、皆さん。あすみません、ありがとうございますあの。このためにちょっと買いました。はい <laughs>、はい、ということで,です、ね、す、はい、ちょっと滑ったんですけども、はい、多くの人に言葉が関係してますよと言ったところになってます。 でコミュニケーションのプロセスってじゃあどういうことが起きるのかなというところを見ると、ちょっと小さいのかな、はい、まあ、左がすねあの話す人が思考とか感情を、それをこに変えますとで、先ほどの何らかの手段を用いて、また言葉あのその人は言葉に変える、言葉ととして聞いて、思考や感情に落としていくと。要はここで言うと、まあこうですね、はい、言葉に変換するプロセスが非常に重要かなと思っております。はい なんで、まあ、コミュニケーションだけで言うと、まあ、伝達し合うことが大切ですねということをあと我々はコミュニケーションの手段がめちゃくちゃ多いですと。であとです、ね、すそくにコミュニケーションには会話がめちゃくちゃあの、まあ、関係してますというところ、あとそこの変換ですね、するのが非常に重要だというのがちょっと分かったかなと思います。ゃあちょっとこの言葉ですね、そこでくる言葉もちょっと見ていきたいと思いますで。先ほど言ったように言葉にするには思考や感情を言葉にするというところで、まずその元,元となる思考や感情をちょっと見てみますと。 まあここもね、一度辞書で調べると、にゃんにゃんって書いてあるんですが、はい、要はね、知識や経験をもとに頭を働かせ、まあ、判断し、推論します。で、あとね、概念を作り、問題解決に導くプロセスみたいなことが書いてますね。まあ、そういうところが思考として考えています。じゃあ、感情ですね。感情、はい。これもね、いろいろ書いてあるんですが、まあ、物事に対する気持ち、まあ、好きや嫌い、ね、快、不快など、外的刺激によって起こる反応ね。僕はもうこの辺見て、ると不安になってるとかね、そういうのも感情ですね。 はいはい、でじゃあ、この思考や感情の量ですね、ってどのぐらいそうやって人間あるんだろうというところもちょっと見てみましょうか。で、で思考のバリエーションですけども、いろいろあるんですが、まあ、まず認知スタイルとしていろいろありますと、まあね、分析的思考なのかとか直感的なのかみたいなところ、あと思考パターンですね、これはちょっとシックスハットになってくるんですけども、まあ、そういうパターンも思考としてはあります。 あと、その他の要因として、まあ、先ほど言ったのは文化的背景だったりとか、遺伝子的なものでなんか違ったりとかいうところで、あのまあいろんな感情で、ね、思考ですね、そういうのが生まれてくるのかなと。じゃあ、今度、感情ですね、感情はどういうのがあるのかなというところを見ますと、まず一般的な基本感情ですね、まあ、この六つの感情がありつつ、それらを組み合わせた複合感情ということで、ね、ありますと。 であのこれらの組み合わせによってまあバリエーションというのが非常に多く生まれてて、まあ、例えば切なさというと、喜びと悲しみみたいな、それでまあ切なさという感情が生まれるみたいな形になるかなと思います。なので、この辺の感情とか思考のバリエーションは無限にあって、でさらにわれわれの経験とか生まれによって、すごい多様化するというのがあるかなと思います。でじゃあ、それを今度言葉ですね、言葉というのは何かというところを、まあ、見ていきますと。 これはあの漢字は思考を、思想を伝える表現法ですよと。であと言葉の数ですね。でこれ先ほどあの思考の数とか無限でありますって言ったんですが、まあ、言葉の数、まあ、ちょっと日本語で言うと約50万語ですね、うん、存在しますというのがまあこの辺の大事点の方に載っています。なので、まあ、じゃあその50万語、じゃ全部が人間を覚えるかというと、まあ、なかなかそれは覚えれないと思ってまして。 で人はですね、あのまずアクティブボキャブラリーというのがありますとで、それは日常生活で使う言葉まあ、僕は今、走っている言葉とかよく使うことですね、最近よくあの仕事でもねあ、これは世界線が違うとかね、流行語で使っちゃってるんですけども、そういうのはアクティブボキャブラリーです、よく使う言葉です。で逆にパッシブボキャブラリーというのがありまして、これは聞いて意味は理解しますと、ただ、それは自分の口から特に使うことはないものというのが大体このぐらい存在していると言われています。まあ、人によって違うんですけども、あると言われています。 なので結局人が覚えれる量というのは有限かなと思ってます。じゃあ、この思考や感情を言葉にするというのは、果たしてどういうことかというと、これの無限ですね、無限のこういう感情とかそういうものを、先ほど言った有限の言葉の枠に当てはめるというのが、言葉にするということかなと思っております。なのでね、のそのめちゃくちゃある量を、ある一定量に減らすというところで言うと、正確に表現することはそもそも難しいのかなと。 なんで無限を、ね、有限にというところで、はい、これね、ちょっと何かにこの,なんかこの辺のキーワード、なんか何かに似取るなと思いながら持っていくと、まあ、ちょっと、ね、ガチ勢さんには怒られるかもしれないですけども、はいこのね、アナログからデータの変換に近いのかなと、まあ、アナログ、まあ、いわゆる感情ですね、アナログは感情、でそれは連続的ですし、まあ無限の、無限を表現していますとで、あとデジタルですね、こちらは遺産的でかつはまあ有限なのかなといったところで。<laughs> はい、これでちょっと、ね、今回のタイトルにまった感情はアナログ、言葉はデジタルといったところですね。言葉の変換はデジタルの変換ですし、感情の変換はアナログへの変換として考えることができるかなと思っております。と、はい、いうところで、言葉のま,あまとめになりますけれども、はい、あのまず感情や思考の量は無限ですよと、で人が覚える数はもう有限、そもそも有限ですと、はい、なので感情はアナログ、言葉はデジタルかなというところがここ、ことばでのまとめになっております。 じゃあ、先ほどできたアナログとデジタルですね、はいこちら、あの、まあのま果たして何なんでしょうかというところですね、はい、ここから先はねもう製造業のガチ勢がおると怖いんで、あんまりあれなんですけども、あの、まあ言葉はあの感情や思考のまあ近似値かなと思っています。でちょっとのの右の辺 なか雑な図を描いたんですけども、まあ、縦が上位の感じですね、喜びですとで、右がその時間軸ですと、で喜びが例えば、ね、めちゃくちゃこう嬉しい気持ちからこう悲しみに変わっていくところ、そこは感情はすごいあの滑らか、リニアに動くと思うんですけども、実際、あこれ、スライこっちか、はい、でただあの、実際それを言葉に変えるときは、その細かいリニアの感情は果たせないので、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいとか、悲しいみたいな言葉に変えますと。はい そうするとこういう形でなんかデジタルですね、デジタル音源とすごい近いのかなと思っています。まあ、こうですね、近似した言葉で表すということになっているかなと思います。はい、なので、言葉とか感情の思考は結局一部でしか表現はできないのかなと、はいで。ただですね、これらこういう絵を描いた場合、例えばの、 音ですねあの、音楽のアナログ音源をデジタル音源に変える場合は、我々が開発して、デバッグして、正しい姿で持っていくんですが、それをリアルタイムに私たちは言葉に変換はあのできないと思っています。なので、そもそも自分たちが近いと思っている言葉は、それは単独に正しい近似値なのかというところもちょっと疑問があるかなと思っています、はい。だから、正しくじゃあ変換するって何なんでしょうかねというところなんですけども、まず漢字は思考が、ね、正しく本当に言葉にできているのか。 はい、でじゃあ、言葉にするって一体どんな状態なのかなっていうところなんですけども、まずそもそも感情や思考、自分の思いが正しく理解できている状態、ね、あの悲しいのに嬉しいという思いも間違っているんで、そこ理解できているかとか、あとその言葉ですね。あの 感情は言葉にできているか、まあ、怒っているのか、イライラしているのか、近いんですけども、それがちゃんと適切にできているのか。あと、その辺の文脈とか状況ですね。例えば、友達同士だったら、まあ、だるみたいな形はできるんですけども、ま、た仕事場だったら、でも方、ね、疲れましたみたいな言い方になるとか、そういうところも表現できているのかとか。あと、強度ですね。怒りにも激おこなのか、ちょっと美横なのか、美おこなんて言わないですね、あんまり。はい、そういうね、あのー、強度はちゃんとできているのかっていうのがすごい重要かなと思っています。で、ここで挙げたパラメータは本当に一例でありまして、 多分、めちゃくちゃこういうのってパラメーターが必要で、それがないと初めて変換できないのかなとも思っています。はい、じゃあ、この感情から言葉への変換プロセスを決めていくんですけども、はい、ちょっと文字で申し訳ないんですけども、あの左が話し手で右が聞き手なんですが、まあ、結局、感情思考を変換して言葉にして伝達して、また変換して、感情思考になってきますと。で、これをちょっとですね、あの言い換えてみると、 まあ要は話してアナログを AD 変換、まあ、デジタルねここはあんまり言うと本当に怖いんで、ちょっとこのぐらいにしておきますけれども、まあ、こういう形で AD 変換、DA 変換というのが入るのかなと思ってます。はい、で、実際、こういうあのアナログデータルの話になってくると、情報やっていうのは必ずどこかで捨てられますとで、捨てられた後に DA 変換で近い形に復元されるというところで、やっぱり変換というのは完璧ではないのかなというところがあります。 じゃあちょっと遠いなんですけども、あのまあ、デジタル機器、我々ね、あのサブスクとかで YouTube、あの you ミュージックとかいろんなところで再生する曲を聞いてはいるんですけども、そもそもその音楽って正確なのかと。はいであのまあ、変換のところですね、AD 変換とか、まあ、音あの画像とかあのあ動,画です動画とか音声の場合は、よくそこコーデックってい聞いたことあると思うんですけども、MP3 コーデックとか、まあ、そういうところをコーデックって呼ぶんですけども、 例えば、その AAC ですね、よく使われているコーデックを見ると、まあ、サンプリングレート、まあ、1秒間にどんだけの,あの枠間で切るか、であとで量子化ビットレートですね、それをどんだけの分解能で表現するか、あビット数ですね。で、ビットレート、じゃ圧縮はどのぐらいで圧縮するかということをやっていますと。はい、なんで、結構実はね情報が捨てられてるんですね。人間が音が聞こえない領域は捨てましょうとか、そういうことをしています。はい、でただ、それは、 あのまあ、それで聞こえてるんですけども,もし変換した元と先ですね、はい、それとコーディが異なってたりとかそもそもサンプリングであのパラメータが異なってたらどうなるかっていうともうノイズですよねもうザーッとかガーッみたいな音になっちゃうと思ってますでただそれは我々が音源を知ってるんで多分それは違うと思うんですけどもし何も知らずに音源渡されて聞いた時にザザザザザってなった時にこれは果たして本当に違う音って最初から言えるのかっていうとそれはちょっとなかなか言えないのかなと思ってます でそれはやっぱり言葉にも同じことが言えると思ってはいるところです。で、じゃあ個人差があるこの言葉の変換なんですが、はい、でやっぱりその辺のこう思考や感情ですね、それをどういう言葉で表現するかっていうのは、まあ、かなり個人に依存するのかなと思っています。はい、で,で、我々学校でなんかいろんな言葉を国語で学んだりとかして、結構共通認識は持っていると思うんですが、それでもやっぱりその生まれたあの家庭とか、 その環境ですね、そこによるパラメータの影響とめちゃくちゃ大きいと思ってまして、まあ、そもそも覚えれるボキャブラリーの量だったり、あと自分がどのぐらい理解できてるかとかそうです、ね、はいまあ、そういう背景、そういうのがあって、めちゃくちゃここは変わってくるのかなと。はい、で、まあ、そういうのがあった場合、やっぱりこう話したときのパラメータが合わないんで、なかなか正しく伝わらないというのがあると思ってます。はい、というところで、ちょっとアナログデータの話が飛んだんですけども。はい でちょっとこの言葉を少し掘り下げていきたいなと思っているんですけれども、で言葉です、ねまあ何が言葉になるんだろうかっていうところなんですが、まず言葉にするには、ものを認知していないと多分言葉にならないですと。とで今度、認知するには、それが何かを知ってないと、 多分認知もできないですといったところでなんかもう卵が先か鶏が先かみたいな話かなと思いますでちょっとこの辺いろいろ調べてみると、まあ、専門のところはこういうのいろいろわわ会話はあるんですけどもちょっと今回は専門じゃないので、はいまあ、そういう問題があるというだけで認知してもらえればと思ってます、はい、で、まあ、ちょっとあのーまあ、私と認識としては、まあ、結局言葉を知らないとまあ認知ができないのかなというのは思ってまして、はい、で結局この言葉ですねその自分の言葉に引っかかったものが初めて あの自分として認知できるといったところですね。はい、で例えばあの、よくわ例であるのが虹ですね。われわれ虹は何色ですかって聞くと、まあ、大体日本人は、まあはい、7色ですと答えると思います。色も。で、7色に認知していると思います。ただ、海外ですね、国によって結構実は違って、アメリカとは6色ですね。これ見るとあの藍、藍色ですよね。藍色がないんで、多分アメリカとは藍色っていうの認知してないです。だとドイツは5色ですね、はい。5色しかないというところで、 はい、実際ででただ実際はですね、これ、連続すごいあのリニアにして変化してるんで、何色でもないんですよね、もっと無限です、色は。はい、ただそこは認知できない,ないといった形になってます。で、ちょっと右のね、この絵見てね、本当に多分誰もがスルーしてる絵なんですけども、<laughs> これ何かっていうと、まずあだって、まず真ん中にあるのがクーバーネイティスのマークですね。なので、もしこれを知ってた人は、これ見るときにアクバ は認知,したはずですで知らない人はタップスルーしてます。さらに上にキャラがいますと、これ何かというと IIA の非公式のキャラクターでバリー君というんですけど、これでバリー君がクーバーネイティ持ってるんですけど、多分知らないと完全に何かが持ってる、何かすら出てこないかもしれないですね。スルーすると思います。認知できてないんですよ。ただそれを知ると、これ見ると、あ、これはバリー君だと認知できるという形で、やっぱりこの知らないと認知できないのかなと思ってます。で、言葉を、ということで我々は言葉を学ぶことで認知できる量が増えて、それが利用可能になるのかなと。 でじゃあ言葉をそもそも知らない場合はどうなるのかなというところなんですが多分あのよく言うモヤモヤするとかモヤモヤすると言語化できないみたいな感じでモヤモヤするか先ほど言ったように全く認知できないような状態になるのかなと思います。でまあ、これですねもやもやの場合はまあ認知なんかできないって言,って、ねはい、言語化できませんみたいな言ってますね。で多分あと認知できない場合は 多分今回皆さん、スクラムフェス三河っていうのを知ってて、言葉も知ってて認知してるんで参加したんですけども、そもそも多分この言葉を知らないと、いろんなところに流れてきても、多分言葉引っかからずにスルーしてたと思います、はい。だからそもそもこういうところに参加してないという形になるのかなと思います。はい、でだから言葉を知らないと、コミュニケーションの、まあ、難易度っていう言い方がちょっと難しいですけども、できる幅がすごい変わってくるのかなと思っております。 というところで、まあ、言葉を知ることで、こちらは認知が可能になりますっていうところです。ね、はい、で,では、今度、もうちょっと引きあの盛り下げまして、言葉の表現力なんですけども、で言葉にはなんかリテラルな言葉とアートな言葉があるかなと思ってて、まあ、これはちょっと具体と抽象とはまたちょっと,ちょっとあの近いんですけども、ちょっと違うあの視点の会話です。で 結構リテラルな言葉、多分この言葉を増えてぶれない、本来の情報をそのまま伝えるような言葉っていうのがリテラルな言葉かなと思ってまして、まあ例えばね、ねバックログねプロ、ねプログプロダクトバックログワとド3つ完了した、もうそれ以上でもそれ以下でもないですし、スクフェスはまあ手橋でやってますよと、はいそれもね手橋で開催って言いながら浜松でやることはないので、これ、いろんな言葉でもないかなと思います。ででアートな言葉ですねあの なんかそれは言葉以上のやっぱ意味を持って、あの相手に感情とかイメージ、それであの逆に解釈を委ねるみたいなことっというのもあると思ってます。あのね、例で、ね、すごい例、こんなこと僕は言,言わないんですけど、も、な彼の心は閉ざされたドアのようだって何言ってるか分かんないけど、まあ、なんとなくイメージ、あのね、自分で解釈してあ、こういうことかってなると思いますし、ね、こう参加者、尊いですねとか言って、尊いも、ね、人によっていろいろ解釈が変わってくると思います。はい、そういうい言葉があって思って思 やっぱりそこってその状況によってそういうい表現を使い分けないとうまく伝わらないとかいうのがあるのかなとも思っていますで。あとね、言葉も二面性ですねあの。結構同じ言葉、我々簡単に使ってますけども、結構やっぱ聞き手とかその立場ですね、聞き手の立場とか視点によってすごい変わってくるのかなと思ってまして、まあ、ちょっとね革命家みたいなことで出してしまうと、まあ、一部の人はね、もう彼らをね自由にも、だから世界を自由にするための英雄だっていう人もいれば、 当然それをね、秩序を破壊する反逆者とかボートっていう人もいると思います。で、じゃあ、アジャイルってね、キーワード出したときね会社で例えばアジャイルって言ったときに、いや、これはね、ユーザーニューズにすげえ答えることができる、すごいいいねっていう人もいれば、で昔ながらのね、あのトラジシタルの開発にする人から見ると、な計画が立てづらいし、終わりが見えないと、これはなんだという人もいるかなと思ってます。はい、なので、やっぱりここってすごい視点その、その人の視点の違いとかで、 あの言葉が合わずに対立を生むようになるのがこの二面性かなと思ってます。はい、というところでまあ言葉にはこの辺のリテラルな表現とアートな表現があるねというところとあの解釈ですね、まあ、二面性があるというのがここでのまとめになります。はい、じゃあちょっとどんどん作品についていくんですけども、じゃあコミュニケーションはあの会話ではないみたいなね、イールをだってますが、あのちょっと日常生活のコミュニケーションでちょっと見ていきたいと思うんですけども。はい あの私、日常で先ほどみたいな、なんかすごい小難しいことを考えて話しているかというと、多分誰もしてないと思います。すごい緩く話していると思います、はい。で、多分そんなのやってたら、ね、疲れちゃいますし、私も先ほどうまく伝わらないっていうスクエスミカーの運営でも、はい、全然気にしてないです、こなの。はい、でも、ただ、普段の生活だと、多分そ誤差があってもいいんですよ。はい、特に誤差がある近似しても全然問題がなくて、お互いのまあコミュニケーションを取れちゃいますと。ただ、ただ、外れると、 ととんでもなないことになりますと、はい、僕、嫁さんと、ね、いつもたまにこれしくじったなというときあるんですけども、めちゃくちゃ、はい、とんでもないことになります、本当に。はいはい、なんであの、実際は会話はできていても、それはコミュニケーションではない、取れとると,とは言いづらい,いかなと思います。お互いが、ね、伝達ができているかという話になってくるので。で、今度、仕事でのコミュニケーションですね。例えばちょっと例として、PM とそのエンジニアですと、A さんはゴリエゴリの、ね、SIA 出身で結構エンタープライズ領域やってましたとか。 B さんはねこのウェブから、ウェブから来た人ですみたいな、ね、感じでいくと、例えば会話で、あのまあ、実際こういうのあ経験ある方もいると思うんですけども、急に、ね、BM の人が、ねまあ、A さんが、ね、基本請求書を、ね、B さんに、ね、書いたことあるって言って、A さんはその B さんにゼロから基本請求書を本当は書いてもらいたいんですけど、聞き方についてはこうなりましたと。B さんは、ね、あもちろんありますよと、ねで。ただの B さん的には、 あの設計書というのは実際書いたことなくて、プログラムが何か起こしたみたいな、まあ、ちょっと記述マークダウンに落としましたみたいな経験はありますと。えじゃあ、これ書いてほしいんだけどさ、書けそうって言ってね、でもう A さん的には、もう場合に誰もいないんで、人がアサインできないんで、ちょっと任せたいと、できるなら任せたいと。あーでオッ OK です、いいですと。で、なんかきっとベースがあるでしょう。じゃあ、そこに追記したいんでしょうねみたいな感じなんで、起きてしまうと。で、もうこうなってくると、想像つきますよね。もうはい、その後、ね、1ヶ月後はととんでももなないこにりますけども でやっぱりそこって、それぞれがその歩んできた領域の違いとか、さここでいうと、設計書っていう認知ですね、ゴリゴリのワードで書いた設計書をイメージしているのか、ラフな、本当にいやあの開発者目線としてのこう設計が書いているのかとか、はい、それの際だったりとか、あと一つ一つの言葉の深さの相違とか、まあ、そういうのがめちゃくちゃあるのかなと思います。はい、だからここもですね会話ができていても、別にコミュニケーションができているわけではないかなと。であと、チーム開発ですね。 ここも結構、先ほどあの冒頭にもあったとおり、あのアジアルとかとめちゃくちゃチーム開発コミュニケーションがね、あの求められるかなと思ってます。で、ただ、チームってね、まあ、ロールが皆さん違いますよね。で、ロールが違えば当然、あの歩んできた領域は皆さん全部違うので、先ほど、コーディックって言い方しますけども、それが全員異なっていますと。で、異なっているとどうなるかっていうと、多分あの会話はできてても、なんか捉え方が違って、途中であれなんか全然育ってないねとか、あれ、こんなんじゃなかったっていうことが起きれるかなと思ってます。 ここもそうですね。だから結局、会話ができていてもコミュニケーションが取れてるわけじゃないのかなと。はい。というところで、まあ、ここですね、まとめとしては、会話はできてますと。会話しているふうに、会話はできてはいるんですけど、じゃあ実際に正確に伝わっているかっていうと、まあ、そうでもないのかなといったところです。はい。じゃあ、あのね、ここ誤差を、ね、どうしたら最小化するかっていうところなんですが、あのじゃあ、 あのちなみに私もまあ、こういうことを意識はし始めてるんですけども、じゃあそれでどう変わったかというと、正直まだ分かんないです。なので、ちょっとまあ参考程度に聞いてもらえればと思います。で、まず自分を知らないといけませんね。まあ、相手もちゃんと知る必要がありますね。よいしょあとね、あとまあ、あと期待はね、多くをしない。で、ボキャブラリーを増やさないといけないですね。あと、それ以外の媒体を使うというところで、ちょっと一つずつ見ていきますけども。 あのそうですね、自分を知る、ね、自分のコーデックを確立ってやるんですが、あのコミュニケーションあの、自分と、ここにいる皆さんもそうなんですけど、N でいろんな人がいますと、でじゃあ、全員にあのこのコーデックっていうか、それを合わせれるかって、できないんですよ、分かんないです、ただ、あの自分自身は一人しかいないんでわかるので、自分が何をどういうものを持っているかっていうのは、多分確立できるはずで、はい、なんで自分を客観的に知ったりとか、まあ、どういう自分はところで生まれてきて、どういうふうに育っているから、こういうところが得意とか、はい、ちょっと小さくて、すみません、あれですね。 結構自分自身が当たり前で当たり前でないのかとか、あとどういうところにやっぱ興味があるのかないのかみたいなところですね。やっぱり興味があるところは、さっきみたいにアクティブボキャブラリーになりやすいんですよ。でただ、そうやってきょあの興味がないと、そもそもあのパッシブですねそう、興味すら、言葉すら覚えない可能性があるので、そこは当然知らないというのもあったりするので、そういうのを知るべきかなと思っています。 はい、あとで、ね、ちゃんと自分の感情ですね、自分がどういうときに嬉しいのかとか、悲しいのかとか、まあ、そういうところを知れば、まあ、相手に共感できたりとか、まあ、でき共感できなければできないというのもちゃんと言葉にできるかなと思います。はい、なので、ここはね、自分をちゃんと知れば、相手と比較が可能になって、まあ、誤差の理由を知ることができるのかなと。はい、であと、相手を知る努力をしたいですねと。 で結構ね、あの情緒とかいろいろあって、いやあの人の本当、何考えてるか分かんないって、まあ、正直、規律というのは簡単ですよと、はい、簡単なんですけども、ただ、どれでそういう思考になったのかなっていうのは、まあ、我々シー知る努力はできるかなと思ってます。やっぱりその人の立場だったりとか、あのどういうふうに育ってきたのかとか、どういう案件を書く、やってきたのかっていうのを知ると、その人の追体験、ある程度できることによって、まあ、その辺のところも、なんでそうしたのかっていうのが知ることができるかなと。はい ね、なんかこの中国のことわざ、ね、彼を知り、己を知ればね、ねあやおからず、すみません、これ僕文字が読めないかもしれないんで、ちょっとふ振りがな打っておきました。と、はい、いうところで、あの相手を知り、言葉も知れば自分も知れば、何度戦っても破れることはないという、ね、ことわざですね。と、はい、いうところで、このやっぱり自分と相手のことを両方理解することで、この誤差に対する対処がやっとできることになるのかなと思ってます。であとねあの この修正を、ね、他人に任せないですね。いろいろ先ほど話した通り、り、まあ、言葉を知らないとか、そういう認知をそもそもしていない人にお願いしたり期待するのは、まあ、正直無理な話だと思っています、ね。相手が、ね、そこに対して努力があれば全然いいんですけども、もそもそもそういうところに対して何もないと、そこはもう無理かなと思っています。なので、どちらかというと、正直自分から合わせていく必要があるのかなと思っています,そうです、ね。相手に合わせるようになくて、自分が合わせに行きますと。はい であと、ボキャブラリーを増やして、ね、認知できるようにするというところで。ここは先ほどあったみたいに、あの自分もそうですけど、まあ、他人もそうですね、お互い、ボキャブラリーを増やしていくと、会話の質が上がるのかなと思ってまして、で自分であれば、ね、興味の領域を増やすで、先ほどのいろんなセッションもありましたね、興味の領域を増やしていくところだったりとか、まあ、本を読んだりとか。で相手であれば、まあ、ちょっとやらしいですけども、言葉をインプットして、それを認知できるようにしてあげる。 あのさらっっと、ね、あのこの会話の中で言ってあげるです、ね、なんかあの自分も使うんですけど、なんか、ね、ちょっとニュースでこういうのがあったんだけど、知ってるとか言って、さらっとこう教えておくと、まあ、ただね、あんまりやりすぎたり、税数となんか、あとマウント取って,ってね思われたりするんで、ちょっとダメですけども、まあ、なんかそういう形で相手にもこう言葉が通じるように、なんかインプットしていくのも大事かなと思ってます。 こ、はいまあ、言葉を知ればねパッシブボキャブラリーになりますし、さらに,に興味を持てば、それをよくつうアクティブボキャブラリーになるというところで、まあ、よくねその発言力がある人がよく喋る言葉を違う人が真似するのよくあると思うんですけども、もまさにそれはそういうところかなと思います、はい、あとで、ね、言葉だけじゃないよっていうところですね。でいくら話してもやっぱり通じないところは、もうあのそこはもう諦めて言葉以外のこあの情報でやるしかないのかなと思っています。まあ まあ急いでこの辺に来るとうアナログな表現になるんですけども、表情だったり、ジェスチャーだったりとか、声のトーンだったりとか、あとビジュアル絵描いたりとかですね、そういうところでいろいろ伝えていくといったところも非常に大事,あの大事かなとは思います。はい、でじゃあ私たち、何を意識しているかというところで、会社というか、我々の組織ですね、名古屋社の組織の自分の彼は、 まあ、多分あちょっと小さいです、すみません、本当にチームね、ビルディングとかのところではお互いの背景を知る工夫を入れてたりとか、あとまあ毎週ライトニングトークやってるんですけども、やっぱり毎週やると、その話し手のこの興味とか背景を知ることもできますし、あと自分もそうですけども、まあ、ボキャブリが増えていくので、まあ、そういうところでの言葉の誤差を減らしてたりとか、あとはカメラですね、顔出しみたいなところ、まあそうですね、ここはちょっと宗教的な話がはなんとも言えないんですけども、まあ、カメラを顔出して、あの言葉 会話以上の情報をを増ややすすとといいうことをやっぱり取り,組んだりはしていま,すあとまあと、自分自身ですね、自分自身としてはまあこの辺をやっているという感じですね、話をとにかく最後まで聞こうという努力はしていますし、あと、確認ですね、あのパラフレーズだったり、あの確認質問みたいなことを行ったりとか、あと、相手の追体験、どう考えているのかというのをと意識するようにはしています。はい というところで、まあ、ここのまとめとしては、まあ、自分を知り、相手を知り、まあ、相手に多くをあの期待しないと。あと、ボキャブリーを増やして、言葉以外の媒体を使うといいんではないでしょうかと思っています。では、最後にまとめとなります。はいでまあ、コミュニケーションは、まあ、意思や感情思考を伝達し合うことですねといったところ。あと、言葉は、まあ、あくまで感情の近似値ですよといったところ。だから、そこは意識を、攻略を意識しましょうと。 であと言葉を知ることで、まあ、認知が可能になりますというところで、まあ、ボキャブラリですね、とにかく増やしていきましょう。言葉の網に引っかかるようにしたいですねという話。であとは言葉は立場とか視点によってすごい解釈が異なるので、まあ相手を知るまあ、自分も知って相手を知るといったところが非常に重要ではないかと思っています、はいで。あとはです、ねまあ、言葉以外の媒体をまあ使って、まあ、とにかく保管ですね、あの情報が落ちていくので、そういうのを補完していきましょうといったところです。 はい、で、正直、あの、自分もこの道のりは始まったばっかりです。あの、ちゃんとなんか調べたの初めてです。こうやって。はい、なんで、そこをね、まあ、透明性検査適用でどんどんよくしていくっていうところをやっていきたいと思いますので、皆さんもやっていきましょう。はい、じゃ、発表は以上で終わります。どうも、ありがとうございます。えー、北川さん、ありがとうございました。えっと、ちょうど、お時間になったので、えっと。質問の時間は、ちょっと、省略させていただきます。 はい、改めて北川さんに、えー、拍手をお願いします。